続きまして、同じくデビルメイクライ5における VFX 解説、解説は私プロダクション部 VFX アーティストの愛想正人が解説させていただきます。よろしくお願いいたします。まずアジェンダですけれども、この通りです。まあ主に頂点アニメーションを使ってリッチに見せるエフェクト表現だったりとか、まあシェーダーとエフェクトを使った、まあシェーダーに重きを置いた、まあ舞台変化表現なんかを解説させていただきたいと思います。また最後に開発における問題点と、まあその解決手法についても紹介いたします。なお本選書はアーティスト向けとなっておりますのでご了承ください。まずはじめにデビルメイクライ5のビジュアル方針について説明します。デビルメイクライ5のビジュアル方針は、まあ、先ほどのブゼルアニメーションのセッションでも言及した通り、フォトリアルです。まあ、それらを表現するためにエフェクトの、まあ、ビジュアル指針は、まあ、どうかと言いますと、まあ、まずは、フィジカルベースのマテリアルでレアルベースの見た目にすることはもちろんなんですけれども、まあ、本作では派手なエフェクト表現が多かったので、まあ、なるべく GPU パーティクルだったり、GPU メッシュを使用して情報量を上げられるよう、模索しています。まあ、また、ボリュームのあるパーティクルっていうのも、なるべく現実に近い見た目になるように、作っています。さらに、まあ、事象による物体、環境変化っていうのを、まあ、シェーダー表現なんかで見せてあげることで、ユーザーが何かしらのアクションに対して変化を楽しめるように、心がけています。まあ、最後に、あくまでアクションゲームということなので、リアルだけでなくて遊びやすさを、損なわない、かっこよくする演出っていうのを加えてあります。まあ、じゃあ、これ実際どういうふうに表現していったかっていうのを、実際の事例を紹介しながら解説していきたいと思います。まずは液体表現です。液体の表現はエフェクト制作でいつも悩まされる課題の一つなんですけれども、今回私たちはシミュレーションベースの液体表現というのに挑戦しました。まずはこちらをご覧ください。本作ではこの黒いコートを着た V っていうプレイヤーキャラクターがいるんですけれども、そのキャラクターが従者と呼ばれる悪魔を、まあ、召喚できるんですね。で、その時にですね、キャラクターが固体から液体になったり、液体から固体になったりっていうする、表現がありまして、まあ、これらはDC シスルでシミュレーションしたものを実機で再現することで表現しています。まあ、なぜ今回シミュレーションにこだわったのかっていうのは、まあ、もちろんまあ、今までですと、まあ、パッドモデルを表示にして、まあ、その時にどうにか関節に合わせてミッターを置いてビルボードを出してごまかしたりとかしていたんですけれども、まあこれだとどうしても表現が微妙で、今回で言うと、まあ、リアルな変化っていうのをじっくり見せてあげたかったので、こういったアプローチが必要でした。まあ、またシミュレーションベースの制作フローっていうのを、まあ、試しておきたかったっていうのも、裏目的としてありました。まあ、そこで僕らが着目したのは、頂点アニメーションの活用でした。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ここで言うそもそも頂点アニメーションとは何かというと、バーテックスシェーダー上で頂点の座標位置 X と Y と Z を加算してあげることでアニメーションさせる方法ですね。で、これのメリットは何かと言いますと、まずは全てではないですけれども CPU による計算処理っていうのを使わずに GPU による計算でアニメーションができるということと、またジョイントを使わずウェイト計算の CPU による処理を行わないで複雑な動きとかができるので大量配置に向いているということ。またシェーダー上で保管させてあげることで、まあ、スローなどの時間可変対応っていうのもしやすかったということ。で、最後の、これが一番のメリットですけれども、アーティストのみで実装が可能だったということです。で、さらに、まあ、これの一番良いところは、まあ、バトルフィールド1なんかでも、紹介されていましたけれども、頂点の動きを、まあ、テクスチャーにベイクすることが可能なんですね。なので、まあ、これは実際に、ゲーム上で使われてた、まあ、実際にネロっていうプレイヤーが使うオーバーチュアと呼ばれる機種があるんですけれども、その雷の焦点技で、モーションを、ベイクして使用しています。まあ、マヤで、作成したアニメーションをセカンダリ UV にテクスチャーとして書き出して、それをシェーダー上でアニメーションさせることで、こういった動きを表現しています。まあ、シェーダー上で加算させているので単純な動きであれば少ないテクスチャーサイズで表現が可能となるのも、まあ、利点なのかなと思います。まあ、ということは、
これはまあシミュレーションでも使えるんじゃないかということで、実際試してみたのですけれども、まあ一つ問題がありまして、マインフレーム頂点数が可変してしまうために、まあ頂点 ID が毎回変動してしまうんですね。まあ、なのでUV がバラバラになってしまって、まあこのままではまあ質感を設定とかすることがちょっと難しかったんですね。まあ、なので、まあこれを解決するために、まあシェーダー、RE エンジンのシェーダーエディターを使って、ピクセルシェーダー上で、まあ、UV を使わずにメッシュのノーマル方向ですね、RGB、XYZ に対してテクスチャーを投影してあげて、まあ、それらをブレンドすることで、こういったボコボコしているような、質感というのを、表現して、まあ、ベースマップは、表現上必要なかったので、カラーだけ適用して、表現しています。ベイクまでの実際の流れですけれども、まあ、特別なことは特に行っていないんですけれども、まあ、マヤでアニメーションを作成したものを、フーディニの、まあ、フルイドを使用してシミュレーションを行っています。まあ、この時に、まあ、余分な細かいしぶきとか、ある程度望んだ形になるように、ちょっとしたモーフィングもかけていたりします。さらにこれらをテクスチャーにベイクするんですけれども、16ビット100種の ポジション、RGB、プラスノーマルのマップを圧縮して使用しています。アーティファクトはちょっと出るんですけれども、まあ、多めで目立たないので、このように実装しています。また、頂点ベイクツールに関してなんですけれども、開発初期は、Maya Python で、ベイクツールを作成していました。まあ、ただ、これだと、挑戦するために、いちいち、Houdini から Maya から RE エンジンへの出力が必要だったり、まあ、Maya 上で不要なゴミ除去やセッティングが必要で、まあ、非常に手間がかかっていたので、まあ、変更にも、モデルやアニメーションの変更にも対応しづらいという問題がありました。まあ、なので、まあ、後期は、風鈴上の、まあ、ベックス使用して、頂点ベイクを行えるようにしています。まあ、シミュレーションからリダクション、まあ、ベイクまで一連で可能になったので、まあ、イテレーションがアップしました。また、体感ではあるんですけれども、まあ、ベイク時間もやや早くなったのかなと思います。まあ、実際、下にある、左下が、メッシュのセットアップ、ここでまあ不要なしぶきだったりちょっとしたモーフィングをかけてあげて、右側が実際にテクスチャをセカンダリに UV 整列してベイクしてエクスポートしている流れになります。シャドウと呼ばれる黒い表の溶け表現なんかでもこれを使用しています。また、この頂点ベイクメッシュなんですけれども、エフェクトエディターからも、R エンジンのエフェクトエディターからも制御できるようにしました。例えば、これで言うと、まあ、スロー、世界をスローにする表現があったんですけれども、まあ、これ機種の能力の一つで、できるんですが、まあ、ダメージエフェクトとかがスローになったり、またこうやって大量に、血のエフェクトが出るところがあるんですけれども、まあ、僕らはちょっと勝手に間欠泉っていう、まあ、血の泉って呼んでたんですけど、まあ、こういったところで、まあ細かい制御っていうのも必要だったので、エフェクトモジュールで指定しているメッシュパーツナンバーを、まあ、Unreal 4でいう、まあ、コードノードみたいな、カスタムノードみたいなものでを使用して、インスタンスごとにシェーダーに値を渡して、まあ、それをシェーダー内でフリップアニメーションさせることで、まあ、それぞれのパーティクルごとにアニメーションパターンが再生できるようにしています。まあ、この機能は非常にまあ有用で、他の場面でもいろいろと活用できたので、できる仕組みになったのかなと思います。また本作ではベイクだけじゃなくって、まあ、シェーダー内の計算処理だけで頂点アニメーションしている様々な表現もあるので一部紹介させていただきます。まあ、例えば一番左で言うと、まあ、光の左、ヘビがうねうねするような動きをモーションでやろうとすると大量のジョイントが必要だったりするんですけれども、まあ、バーテックスシェーダー内の指定の方向に対してサインアニメーションさせることで表現していたりします。また真ん中の吸収するような動きはディスタンスノードを使用してスフィアマスクを作ってあげて、その範囲内にあるものを、あるポジション、ワルドのポジションの一点に集約することで表現しています。また、エフェクトで使用されている雷メッシュなんかでも、単純に一つのメッシュなんですけれども、これをサインアニメーションしてあげることで、またマスクしたりしてあげることで、様々なバリエーションの雷を表現できるように、一つのアセットでいろんなバリエーションが出せるようにという形でエフェクトとアセットとしても使用しています。
あ、すみません、ちょっと失礼します。ここまでは、頂点アニメーションを使った事例でしたけれども、まあ、ここからシェーダーとエフェクトを組み合わせたモデル変化についても紹介させていただきます。まずはマジンカエフェクトを例に紹介します。本作ではプレイヤーキャラクターが魔人って呼ばれる悪魔に変身ができるんですけれども、まあ、これはシェーダーと GPU パーティクルの合わせ技で表現しています。まあ、例えば左側のカットシーンでいうと、まあ、アップで映ったりすることが多かったので、まあ、演出をじっくり見せたかったので、まあ、なるべくシェーダーによる変化を中心に見せています。逆にインゲームの方では、まあ、ゲームの邪魔にならない尺で変身して魔人になったことがユーザーに分かりやすいように GPU パーティクルとベクターフィールドを使って大量のパーティクルが広がるような演出でフォローしています。まあ、実際、まあ、作り方はまあかなり単純なんですけれども、シェーダーの、失礼しました、人間と魔人をまあ重ねた状態で胸から広がるようなグラデーションマスクっていうのを TCC 上で作成してあげて、それをおなじみ、まあ、頂点アニメーションとディゾルブアルファマスク、それからエミッシブによる表現で削って胸からモデルが実際に消えてまあいくような、出てくるような表現というのを表現しています。またこれだけだと情報量が足りなかったり、ユーザーが変身したことっていうのが分かりづらかったりしていたので、メッシュをエミッター化するメッシュエミッターっていう機能も今回実装しました。これは実際のスキンメッシュをエミッターとして使うことができて、体の表面から GPU パーティクルが発生するような表現で使われていたりします。で、これは先ほど用意したグラデーションマスクですね。胸から広がるようなグラデーションマスクを色地として発生ポイントとして見ることができるので、その色地をアニメーションさせてあげることで、例えば、ボスの脂肪とかでも使われてるんですけれども、削れたところから粒が発生して消えていくっていう表現でも使われていて、結構残像表現なんかとか、いろんなところで多用できたので、これもかなり有用な機能でした。また、そのままの描画メッシュでやってしまうと、CPU 処理もかかってしまうので、LOD モデルに対しても適用することができるようにしてあります。あ、ごめんなさい。これは左側がプロパティなんですけれども、ある程度パーツナンバー、モデルのパーツナンバーと、マテリアルの ID、または UV の制御なんかもある程度できるようになっています。次に、シェーダーとエフェクトによる環境変化の例について、紹介させていただきます。本作ではダンテというキャラクターがいるんですけれども、そのキャラクターは魔人を、さらに強くした、新魔人という、超強い状態に変身することができるんですけれども、その時に、そのエネルギーの強さを表現するために、周りの大気が揺らぐような効果っていうのを入れています。これは、ディストーションの応用で、実際にはカメラの近くに球体をコンストレインして描画しています。ボリュームブレンドのように、ビュー Z の指定した範囲だけ、シーンカラーを歪ませてあげて、実際変身中はずっと描画されている状態なんですけれども、指定した奥の方だけ揺らぐような表現というのができて、戦闘中邪魔にならないように、視認性が悪くならないような表現と、うまくマッチして表現できたかなと思います。その他、シェーダーによる歪み表現なんですけども、本作やっぱこういう表現が多用されました。例えば RGB チャンネルをずらして、色修差してあげたり、ドットを使ってグレースケール化して、なんちゃってポストシェーダーみたいな、これもディストーションシェーダーを使って実際に表現してるんですけれども、こういうのを、ポストプロセスの場合だと画面全体にかかってしまうんですけれど、演出に合わせてメッシュの範囲だけ描画できるので、本作では、例えば次元を切ることができるキャラクターが空間を切るときに、次元の狭間が出てくるんですけれども、そういったところで、実際は横から見ると板のメッシュなんですけれども、正面から見ると切れ目に合わせて、シーンカラーの UV を外側にずらしてあげることで空間が巡れるような表現っていうのもしています。
ここもディストーションを使ったいい例作例なのかなと思います。最後に、まあ、ちょっと駆け足で申し訳ないですけれども、その他シェーダーによる物体環境変化を、紹介させていただきます。まあ、これは、スタンプっていう機能なんですけれども、まあ、バイオハザードツーリメイクとか、セブンでも使われていた機能なので、まあ、ご存知のある方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、ボリュームデカールのようにバウンディングボックス内に、左下のマスクテクスチャーを投影してあげて、まあ、それをレンダーターゲットテクスチャーを使って対象のオブジェクトの UV に貼り付けることができます。まあ、これで言うと、まあ、この虫みたいな、敵キャラクターのところに、まあ、バウンディングボックスを投影して UV に貼り付けているという形です。まあ、これでのいいところは、まあ、まあ、解像度の少ないマスクマップを使ってシェーダー上でまあアニメーションさせてあげたりすることで、こういった赤熱化表現のような環境変化っていうのも表現できますし、また攻撃や行動に合わせてレイを飛ばして当たった場所にまあこのバウンディングボックスを出すことによって、ダメージ、こういった光る切り傷のような表現っていうのもできたりするので、ケースによって使い分けることができて、リアクションを表現するにはとても便利な機能かなと思います。次に、開発の問題点と解決方法についていくつか紹介させていただきます。一見地味なんですけれども、まあ、輝度の調整問題っていうのはエフェクトの鬼門でいつもまあ悩まされる問題なんですけれども、本作でも同様に悩まされました。まあ、例えば物理的に正しい輝度を夜のシーン、左下のシーンで、まあ、つまり露出 EV 値が低い状態でつけて、そのエフェクトを明るいシーン、まあ、つまり EV 値が高いところで見ると、画像のように光らなくなってしまって、まあ、だんだんと見えなくなってしまいます。本作では下水道の中と大気圏に突入するシーンと露出幅がかなり大きかったためだいぶ苦労をしました。そこで本作では EV 値の変輝度を安定化させるために露出幅の変化に関係なく一定の明るさにするデトーンという機能を実装しました。これはシェーダー上で EV 値の逆算をかけてあげることで常に同じ明るさをしてくれるので、まあ、例えば、当たりに関わる、まあ、弾だったり、予兆エフェクトだったり、あとは右のように、アイテムメッシュやキャラクターが、持っているエミッシブなんかで一定の見え方を担保したいものに使ってあげていて、まあ、ユーザーにストレス感じないように工夫しています。実際比較ですけれども、まあ、やっぱ、デトーンなしだと見えなくなったものが、デトーンを適用してあげることと、適用してあげると、明るいところでも暗いところでも、一定の明るさで見えて、またクオリティも高いように見えるので、まあ、かなり、今作では、これがないとなかなか表現が難しかった機能かなと思います。次に作業効率の問題点について、説明します。まあ、本作ではご紹介したように、まあ、それはもう多くのエフェクトが必要だったんですけれども、まあ、それはそのまま作ってるととてもではないけど、ないですけれども、作りきれませんでした。まあ、今までで言うと背景エフェクトとか、レベルデザインが変わるために環境エフェクトを作り直していたり、キャラエフェクトの場合は専用エフェクトを作るためにプログラマーへ実装を依頼したりしていました。で、本作、これを、どうにか効率化するために、エクスプレッションを使った効率化を、図りました。これはエフェクトエディター内で変数を作成して、まあ、僕らはエクスターンって呼んでるんですけれども、これらを各アイテムのプロパティにエクスプレッションとして記述することができる機能です。まあ、下の図は実際の RE エンジンのエフェクトエディターなんですけれども、真ん中がグラフノードのウィンドウで、まあ、ピンク色のノードがエミッターですね。でその中にまあベロシティとかパーティクルタイプなどの各アイテムが追加してる、ある状態です。まあ、アンリアルのカスケードをイメージしてもらったらわかりやすいと思います。で、この右側にある黄土色のノード群が見えると思うんですけれども、これらがエディター内で宣言した変数たちになります。これらを左側のプロパティ、エミッターの各アイテムに関数として記述して使うことができます。さらにこのエクスタンと呼ばれる変数は、実際にシーンに置かれているオブジェクトにも公開して調整が可能なので非常に便利です。
これだけだとちょっと分かりづらいかなと思うんで、まあ、具体的に説明しますと、まあ、スケールっていう変数を作成して、ビルボードアイテムのスケールプロパティにドルスケールと記述するとします。でこれをビルボードアイテムのアルファプロパティに、ドルスケールかける 0.25 と記述しますと、そうすると、煙が、ちっちゃかった時はすごく薄くて、大きくなるにつれてどんどん濃くなるっていうものを、まあ、半自動的に作れるようになります。またこの機能はある程度定数、まあ、タイマーとかパイとか、あとは一般関数のサインとかコスとかコサインとか、フロアとかも使えるようになっているので、まあ、時間の経過に合わせて大きくなるパーティクルとか、まあ、そういったものも作ることができるようになっています。実際背景効果での、まあ、活用例ですけれども、まあ、このように、これが左側が、まあ、オブジェクトに公開されている変数ですね。これはアーティストが自由に作成追加することができるようになっています。まあ、スケールを大きくしたらスピードがゆっくりになって滞留したり、レインというレート値を用意してあげて、まあ、それが1になると煙の発生範囲に合わせて雨が降ったり、それが地面に跳ね返ったり、まあ、カラーで赤く色を変えたり、まあ、こういった感じで半自動的に、アセットを調整できるので、まあ、これは一つのアセットを使い回してあげて、まあ、実際に、レベル上で配置しながら調整が可能なので、まあ、かなりイテレーションが向上した、作り方となっております。またこの機能キャラクターエフェクトにもいくつか使用されてまして、まあ、左側の例で言うと、まあ、このようにアプリで用意した、まあ、オーブのスピード値っていうのをエフェクトアセットで作成したスピードっていう変数に代入してあげると、まあ、オーブが早く動くと自動で明るくなったり、まあ、軌跡が強く出るようになったりっていうのを、アーティストが、自分で組むことができます。また右側の例で言うと、まあ、ちょっと右上分かりづらくて申し訳ないですけども、エミッターシェイプ、ごめんなさい、レングスっていう変数を作ったとして、まあ、その値に応じてエミッターの発生範囲とかパーティクルの量を変えるアセットっていうのをアーティストの手で作って、それを、まあ、アプリ側から相手までの距離をエフェクト発生時に値として入れてあげることで、まあ、こういう方たちで相手の距離に合わせて地走りが地面に起きるような表現っていうのも作っていたりします。まあ、このように効率化だけじゃなくて、今までできなかった、まあ、ある程度リアルタイムのエフェクト変化とか細かい調整などが、プロシージャル的にアーティストが作ることができるので、今作のクオリティを上げる一助になっているかなと思います。はい、ここまで、駆け足できてしまったんですけども、最後まとめです。今回は、まあ、シェーダーを使った表現というのを中心に紹介しましたが、まあ、今回このようにやっぱりシェーダーによる表現っていうのはエフェクトアーティストとして必須になってきています。まあ、実際開発中にもシェーダーアーティストもいたんですけれども、エフェクトアーティストでもいくつか何人かシェーダーを実際に触っていろんな表現っていうのを作っていました。まあ、アイデア次第でよりリッチな表現とか効率化もできるので、まあ、積極的に取り入れていこう、これからもいこうかなと考えています。また次にシミュレーション、液体シミュレーションにしろボリュームレンダリングにしろシミュレーションをリアルタイムで再現するっていうのが今後増えそうなので、まあ、そういったワークフローやツール作りっていうのも、行って、まあ、同時に、アセット量も作る量がだんだんと増えているので、プロシージャルなエフェクトアセット作成っていうのも今後どんどん拡張していこうかなと考えています。まあ、最後、まあ、これは教訓に近いですけれども、可能であればチームに TA を立てて、まあ、開発初期から、まあ、多セクションの、まあ、ライトだったり、モデルだったり、エフェクトだけで、完結しない、まあ、表現っていうのが増えてきたので、なるべく TA を立てて、開発ワークフローとルールを決めて、多セクションと連携ができる環境っていうのを、まあ、整えていくことが大事だなと感じました。はい、それでは、これで以上になります。まあ、最後、カプコン VFX の公式ツイッターがございますので、よろしければぜひフォローしていただければなと思います。ご清聴ありがとうございました。